園田競馬レース展望です。この時間は10月8日木曜日の園田競馬展望を行ってまいります。この時間の解説は日刊スポーツの池永博美さんです。よろしくお願いします。お願いします、えー。今日水曜日から木村ジョッキーが一月半分に復帰をしました。うねはい、今日は四クラ起場したんですが、はいはい、最高成績は三着ということでした。うん、まあね、うん、あの精一杯乗ってくれましたからね。えー 不安の方も満足されると思いますね。はい。はい、まあ、これから徐々にコンディションが上がってきてとい,ということになるんですけねかどんどんね、はい、数乗るほど良くなってくる機種ですからね。ね、えー、まあ、明日を期待したいですね。そうですね。はい、さあ、では、その明日木曜日のラインナップご覧いただきましょう。はい、ご覧の十一レースです。 もう木村ジョッキーは明日は五レースから最終十一レースまで七クラ連続以上ということになります。まあ当面の間は五十六キロ限定といいますか、それ以上の。金量限定ということになりますけど、ね。一週間前六十二キロあったらしいですよ。ああ、六十二キロ。それを昨日五十六まで落としてね。<ー>まだ本番で五十五まで落とすんだ。さすがですね、えー、プロです、ね。でああ、そうですね。まあ、そのあたり減量もやりながら、徐々にコンディション戻していくということになるね。はい、ね木村ジョッキーなんですが、はいえー、展望はご覧の。 黄色い部分10レースメインの姫路・樫の木特別 A2 の一戦それから準メインの9レース B1 と B2 のレースを展望してまいりますまずは明日のメインレース木曜日の10レースです姫路・樫の木特別ご覧の A29 頭の争いとなっています 1400m 戦ですでは池永さんの印を見ていただきましょうご覧のようになりました本命は1番の栄進テキサスに入りました まあ前走が中央からの移籍初戦、いきなり勝ったというでですねそうですねねそうゴール前、ちょっと詰め寄られましたけどね、さすがにあれ,あれね、花澤でも勝ったというのは立派ですね、しっかりと勝ち切ったというところ、評価されたわけですの微妙ですけどね、1400メートルの距離のほが微妙なんですけどね、えー、まあそのだコーナー多いですからね、うん、なんとか持つと距離は少し伸びますが、1400メートルでも対応、可能と中央で芝で1回経験していると思うんですね。はい、はい で対抗が三番のアルカンシエル。こちらは前走 B1 勝って上級。もう勢いですね。そうですね。地方これ十四連続ですか。はい。連続連帯ですからね。えー、すごいですね。 十二連続ですかね。連続ですかね。勝二着四回。そですね。のだに来ても四勝。そして二着四回と連続連対中続いているということでプラス上がるんですが、この昇級の壁はなさそうですか。昨日の前走のレースがね、もちろんないですかあそうですよね。強かったですね。はい。もうさらにまだ上昇と思いますね。まあ対抗ですが十分勝ち切ってもおかしくないと。おかしくないと思います。いちなみに今橋本忠明厩舎が 通算九十九勝で役所の大手かけてますので、もしかするとこのレースが達成のレースになるかもしれませんね。そ,ねはい、そして三番手評価ですが、こちらは二番の菊ッのグラードに入りました。中央からの移籍初戦となるまでレースが五ヶ月ぶりということですね。すねだけどあの農研がすごかったんですよ。おおそうですか。持ったままで,ですね。一、うん、分三十一秒二ですか。ああそれはいはい、素晴らしい時速ですねをね。うん、同じ騎手の時速三でをぶち切れていってます、ね、ええー オ,オープンでも十分,十分通用するレース部でしたから、ね、そうですよね、はい。まあこれ久々ですけどね、木村君が乗っ木村君ですね。うん、そうですね。乗ってきたところで怖いですね。はい、はい、まあ中央実績としては500万条件勝ちがあって、はい、1000万条件でも2着があるという、はい、そうですね。馬なんですが、はいはい、これはもう納研の動きからいきなり期待して良さそうですね。と思いますね。久々の心配はないと思います。はい。はい、さあ4番手かですが、4番手評価は星印です。7番の脇の黒龍となりました。まあ前回ちょっとね。 えー、失敗しましたけどね、ええ、巻き返し必死だと思いますけどね、はい、だけどこのうち3党にはちょっとどうかなという気はするんですけどね。 はい少し三頭から離れた四番でということですね。それから八番マイアバロン五番って評価です。今日これね楽な逃げですね今日は。楽逃げ。最近はなきゃくてもレースできるようになりましたからね。案外楽な逃げだったらね。これが一番穴っぽい馬ですね。そうです穴はこの馬ですね間違いなく。あの水曜日も結構逃げた馬が楽に行けば粘るレースついてましたもんね。ちょっと展開的には面白そうな一頭ですね。楽に逃がしたらね。あのこの一二三がね。はい。 負けるということもあるかもしれません。はい。ええー、とここでちょっと穴で警戒というマヤバドですね。ねはいはい、では池永さんのこのメインレースフォーカスご覧いただきましょう。三連単ということで一、うん、番二番三番のボックス六点ぐらい もうあまり僕ね三連単自分で買う買わないんですよね。このレースはもうね急増だでですね。はい。うじさんとか抜けてると思うんですが。そうですか。ただこの三頭はどれが勝ってもおかしくないと。展開次第でね。はい。何度も見てるわけですね。ハウスユースの二番がねどんなレースかですね。はい。これがもしか強えしますとね一番三もかなわないでしょうね。はい。はえここはもう三頭のボックスでという池永さんのフォーカスとなりました。メインレース。 姫路・柏木特別の発送時刻は、三時五十五分となっています。で、その一つ前、順面レースも展望してまいりましょう。急レースです。こちらは、B ワンと B ツーの千二百三十メートル線、十二頭立てとなっています。ここは、B ワンクラスの馬、B ツークラスの馬、混合での争いとなりまして、B ツーの馬が四頭います。一番、三番、それから九番、十番と、この四頭が B ツークラス、残り八頭が B ワンクラス所属馬となっています。 それでは池永さんの印です大外12番成田マクリスに本命入れられましたまあ B1 に上がってからコースを続けている馬ですねそうですね堅実に来てますからね、はい、でここねすごい激しい先行争いになると思うんですが、ねはい、逃げ先行馬がすごい揃ったんですね。よね1230そういうメンバー揃いますけどねそれにしろすごい、ね、なんとおるんですかね逃げ馬と逃げていう馬が四とか五とおると思うんですよね、うん、ええーはい となると、ペースが速くなると見るわけですね。はい、それで、オーソドックでしょう。一番展開めぐまれそういす、ね。そうですか。はい、うちの馬を見ながら。 うまくレース進めていけそうなところですねスタートイマイチの馬ですからね大外バークはいいでしょうね対抗は2番のヒマラヤテンカにある一応一番早いということでね案外先行争い激しい時ほど前行った馬が残るんですよねそんな感じでこれ対抗打ったんですけどね逃げるのはこの馬と見たわけですかそうですねははいい。で3番手評価がこれ7番ビーチドラゴンあまり人気ならなさそうですけれどもこれが変わってくると思うやはり難関でね、あの走ってた馬ですからねはい。 中央はですね。中央出していて南関の交流線を使った馬ですね。こういう二回使いました。すね。前回もそこそこ人気しとったんですけどね。あの前行ったこなかったですけどね。必ず変わってくると思いますね。はい。三番手評価七番ビーチドラゴンで、あとは四番手評価星印の四番雪のシーザーですね。これはね実績上位馬ですからね。はい。あのまったんですかね。うん。うええにも買ってると思いますからね。ええには二着が二勝ありましたね。はい。これはまあ実績上位馬ですからね。 まあこ,れはこれはもう BG のこの距離だったら怖いいと思いますねそして5番手評価が6番の鈴の大鷹今回高級戦ですね,そうですね4走前にここ勝ってね、はい、3回着替えでまた落ちてきたんですけどね千1230強いですからね十分圏内だと思いますね。ということで、まあ、ここは12番、成田マクリス本命ということで挙げていただきましたが、はい、2> ここ2走が14でまた12に戻してきてというところですが。 むしろこの距離の方がいいかもというところですか。かもしれませんね。うん、はい。実際に過去四勝はこの距離というところですね、あのー。折り合い付きそうですね。はい。ありますからね。ええー、はい、まあうちの覚悟を見ながらうまく高位から中段ぐらいで流れに乗ってというところでしょうかね。ねはい。はい、えー。ということで九レース本命十二番成田マクリスそして二番ヒマラヤ天下あと七番ビーチドラゴンそして四番雪のシーザー六番鈴の大高と挙げてくださいました。ではフォーカス見ていきましょう。 馬タンボックス,ックス、うん、僕は大体ね、本当は馬タン好きなんですよ、えー、でここはもうほとんど五分だと思いますからね、はい、展開が恵まれなければ、12万もね、えー、ちょっと苦しいところもありますからね。 ちょっとこう展開面で逃げ馬が多いのでどうなるかわからない、ね、ならばもうボックスで思い切っていってみようとなるほどねとなるとちょっとここは上位力差がないと見ているわけですねと思いますねということでまあ七番ビチドラゴンが頭でくれば結構いい配当になりそうなですねここは楽しみな一戦になりそうですキュ、えーレースは B ワンと B ツーの混合千二百三十メートル戦発走時刻は三時二十分となっています、えー、ここまでは木曜日の メインレースそして純メインレースの展望をお届けしてまいりました、えー、大山ジョッキーが水曜日に1勝あげましたんであと2勝で 2>, 2勝ですね 1>, 1戦勝となりますね、はい、本当はねもっと早くしてなダメなんでーそうですかったらね、えー、言いたいですよそうですかはい、はい、ということでもうなるべく早く1戦勝達成してもらいたいですねもうもうデビュー3年目でね4位に入ったんですかねはい その時はリーディング近いと思ったんですすごい期待しとったんですよ,、ねはい、ようやくね最近なんかもう目出てきたようですね、うん、そうですね、はい、はい。ということでここまでの時間は日刊スポーツ池中さんの解説でしたどうもありがとうございましたどうも失礼しましたそのだけでは今週は木曜日そして金曜日と残り2日間開催残っていますどうぞお楽しみください